声が曇ってる、どうしたらいいんだろう。寝起きではない。起きて2時間くらい経ってます。おはよう。一人で起きられないかもしれない。早起き偉い？本当？早起きですか？ちょっとどこで配信しようって悩んでたら遅くなっちゃいました。よく寝ました今日。今日は30分やります。ハネちゃん可愛いね。今からアイロンしていきます。今日の髪型だいぶ集中です。久しぶりの、やばいよねこれ。久しぶりのカリッタも楽しいです。めっちゃね寝た。でもちょっと起きてたんです。3時くらいまで起きてたんです。寝ました。投票したありがとう。今日も寒いねということ。今日寒いんだ。まだ暖かい部屋の中にいます。一人部屋です。今日も楽しんでねということで、ありがとうございます。おー危ない危ないな。そう、もう天国天国、マジ天国です。右目の二重幅が極狭になってるんだけど、ピーン。よく寝ました。22時以降配信する手は今のところまだないです。だってあれだもんね、まだできないんで。帰り飯に向かう途中です。今日は本当は11時くらいからやろうって思ってたんですけど、11時だと一部が始まって見れないよっていう意見も、いただきましたので10時からやっております。優しさですよ皆さん。ねえ猫淵さんはちょっとかさばりすぎて持ってこれんね、今帰りには。外出れるくらいにはなった。ケトリングマジ美味しかったっす。自由が始まってるわ DD の言い訳する。それな、でも中坂さんは寛容なので、あそうだよねって。今回の遠征での忘れ物はですね、リップを忘れました。なんかまあ大体3本か4本くらい持ち歩いてるんですけど、それの一番使わないリップしかないの今。なんかいつも使うリップが全消えしたんですよ。だから困ってます。なんか一軍リップがないみたいな、そんな感じですです。よし、昨日のケータリングは何だったっけ、あ、赤魚の煮付けです。忘れてきたっていうか、どこにあるか分かんないっていうか、おすすめの一歩教えてぜひ。今回中坂が持ってきたのはあのガチで落ちないリップだけ。だからでもあのすごいいいリップなんですよ。落ちないし可愛いし、でも色がちょっと中坂には奇抜だから、なんかさ泊まりが久しぶりだからかな、だからさ泊まる用意が何もなくて、
家に、なんていうの、なんかお泊りセットみたいな服入れたりしたやつが全部なかったの。でまあでもとりあえず袋に行っていけばいい、袋に入れていけばいいやと思って、ほとんど全部クラブグランパスの袋に入ってるっていうキャリーのなんか結構赤いっす。これです。これはマジで可愛いんだけど、本当に塗りすぎると色が奇抜なので、ポンポン、ねえ、鈴木愛理さんのリップ知らないや、見てみるね。海鮮丼食べてない。こんな感じ。でもなんか伸びないんですよ、あんま。だからこう一段塗るとね固まります、こうやって。お誕生日なの、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアうんちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとう。あーすごい画面揺れ誕生日おめでとうございます。すごい最近中坂のことを好きになってくれて、中坂界隈では激レアな女の子なんですけど、これからももっともっと仲良くなれるように中坂美恵ちゃんも頑張りますので、もっともっと中坂美恵ちゃんを愛していただいて、今年1年でどっぷり中坂沼に使って沼って一生押してください。一生中坂押し。お誕生日おめでとう。おめちゅおめちゅおめでとう。むかりついたの早くない早くない、本当におめでとう。一応中坂推し、あ、大好きだって、嬉しい、大好きありがとう。まあこっちにね行くのはねいいんですよ、こっちに行くと困る何人か把握してる？中坂さんのなんかレーンに来てくださる女性の方はまあちょっと増えたんです。幕張はすごく少ないんですけど、名古屋とかだとちょっといるんですもうね、長坂推しだよみたいな思うのはまあ勝手に収まるかな、収まらないかなくらいで、てん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 そう、ね、乗り物酔いはしんどいね。そっか、今日ドンさんと谷さん最後か、谷さんはなんか会うたびにお話ししてくださる。にょーん。配信は今日は30分やります。だからちょっと遅れたので35分とかにお、あの終わりますって言って35分からギフト読みしようかな。またチケホル売り切れてたということで、え、そうらしいんですよ。今日また入荷してるかもしれないので、ぜひぜひ何かさ、ちびっ子が来た時の対応が難しい。何か可愛すぎてこっちが言葉失っちゃうから、そうどうしようでも何かいっぱい喋ってくれたんです、昨日は。それ可愛かったです。はあ、オアシスオアシス昨日もね売り切れてたよって、僕が最後の買いましたって教えてくれましたねえ、潰さなきゃ大丈夫。そう、まあ、マジで可愛かったです。そう
にはチキホルあったらしいです、皆さん。らしいです。推しを思い出すんや、確かに。可愛かったな。なんかでもちびっこすぎて、なんか私の多分手の方がでかかった、お顔より。うん、何をっていきそうなくらいちっちゃかったです。もう今ちびっこと触れ合うこともないので。そうそうそう、いいですね、幸せを感じました。昨日も楽しかったです、とっても。あのね、あれがあるんですよ、今マックのわらび餅パイがあるんですけど、この部屋にはもう水分はヨーグルトしかなくて、もうこれには理由があるんですよ。私は昨日の夜から今日の朝にかけて水を1本ね買ったんですよ。なのにどっかの誰かさんが半分くらい飲んで帰ったんですよ。こう信じられなくないですか。だからなんかそれを食べたらさ、絶対喉乾くじゃん。喉乾くの怖いからさ、そう食べれてない、まだ食べたいんですけどね。隣にいたミヤビームちゃんもだいぶちびっこだった。ミヤビームは私の5つ下なので、バブです、あれはバブです。ミヤビームの可愛い話が聞きたい方はぜひ長坂のトーク会まで。昨日のお靴かわいいということで、これです。今日ブーツ履いてきたんですけど、今日の服は長ズボンだから、長ズボンにブーツって合わないじゃないですか。これどうしようっていう、今ね悩んでます。ブーツを履いて帰るか。でもブーツはもうキャリーには絶対に入らないの。てかもうでかくて、キャリーにも隙間がない。レーンに並んでる人がミヤビームに連れてた。そう、みんなミヤビームに手振ってました。でもね、大事ですよ。私も研究生の頃、なんかこっちのレーンがジュリナさんで、なんかこっちのレーンがクマさんとかエゴさんとか須田さんみたいな日があったんですけど、結構すごいじゃないですか。もうなんか大行列大行列みたいな、なんかもう両方こうやってめっちゃ振りまくってたので、大事です。え、ミカサどこやったっけ。まあ、どっかにあると信じて。12期は孫だね。アピール大事です、本当に。今日ノープランでも大丈夫です、楽しんでいきましょう。考えとこ。そう、ちびっこの子ね、もうちびっこすぎてびっくりしちゃうよ。バブバブちゃんだ、そう、大事大事。なんかよく考えたらっていうか気づいたのは、あれなんですよね、長坂蓮今回なんか先輩の横ない気がするの。あんまない、いやないって言い切るのはちょっと怖いのであれですけど、あんまなくないですか。なんか最初の部は幕張はね優先レーンが横だったんですけど、あ、こっち側は先輩だったかな、だったり、その雅ちゃんが隣だったり、あずあずが隣だったり、さやちゃんが隣だったりみたいな感じで、本当になんかめちゃね後輩隣多いです。用事で行けなくなっちゃった、ピエン。また機会があると信じて。
そういうそれだけ、あ、ミュウが先輩になったってこと。なるほどね。そっか、もう先輩なのか。なんかさ、まだ後輩の気分でいるよ。でも結構割とあ、えなちゃんありますね。えなちゃんがあった時もありました。でもなんか先輩はないみたいな。前髪が綺麗すぎるよ。先輩より後輩の数が多い。そんなことあります。後輩は10期が10期何人 ?1、1、3、2、6 人か。6人、11期6人、12期が11人ってことは23人。後輩が23人、先輩はマキコさんとマキコさん、谷さん、ロッキー星さんが5人から7、ドラフト1期生さんが3人、10、7期生さんは今だってドラフト1期生さんで10人いるってことは絶対さ先輩の方が多くない？え、わかんない、同じくらいか、同じくらいか。先輩は1535、5318ということで6、9、6、9じゃない、6、9、あってる、6、9、14、19、22。でもほらめっちゃ多いめっちゃ多い。だから30人ちょっと先輩がいらっしゃって20人ちょっと後輩がいるみたいな。まあ大体ど真ん中くらいですかね。パームれてるっていうか一方的にパームれてるっていうか。そうそう、つぼみ握手を押しとしたら誰かから教わったか、誰から教わったか問い詰められたということで何そのこっそりこっそり行かないの。8期生さんも先輩です。ありますよね、やっぱさびっくりしちゃうよね。まさかもうびっくりしちゃう。だからシンプルに次の木が入ってきたらみゆ確実にもう大ボバだってなっちゃう。私の年下しか入ってこない説全然ありますから。怖いんですけどね。なんかさやっぱ13歳で入ってるので一応中坂もなんか13歳はさバブだなって思う。昨日は池田と昔のもっさい頃の写真を見て笑い合ってました、空き時間に。早い早い。そう、今もバブバブバブ、イエイイエイイエイ。大越ちゃん、みんな朝ごはん何食べたか教えてください。コメントで朝ごはんこれ食べたって教えてください。買いに行くか悩んでるからぜひぜひ。気づいたティーン終わってる。まだ1年あるけどね。あの昨日すごいコスプレ感が強いねって言われたんですけど、まだギリギリ1週間現役なので、あのそのようなことを言われる皆さんはぜひ眼科に行ってください。よろしくお願いします。バナナヘルシーだね。カップ麺ヘビーだね。マイクはいつも違います。あのね多分マイクを下にして配信してるからちょっと聞こえにくいかも。ホテルのバイキングってこといいな。さつまいもいいですね。
ヘルシーだね。ハマイクおしゃれだね。ルマンド、もうそれで足りるんか。これからパン食べる、あ、いいんですね。フルーツゼリー、いいじゃん、ヘルシー。アンパンコーヒー、あ、いいですね、安定にうまい。おにぎりとコロッケ、わ、いいね、おにぎりいいな。パン、いいですね。なんか おすすめします。今日も制服着るのね。コスプレ感強いねとか言ったら全力で今後行った方がいいと思います。朝ごはんまだ？みもまだ。朝マックいいじゃん。てりたま食べたいかも。てりたまのマフィン食べて。でももう終わる朝マック。たらこおにぎりいいね。ローストとコーヒー、あ、いい、朝ごはんっぽい。ソーセージエッグマフィン、あ、朝マックだなこれ。SKE パパ会があったら誰がパパ、誰パパが会長っぽい。わかんない、パパ、パパに会ったことない、あんまりメンバーの。誰だろう、逆に誰っぽい。朝は毎日バナナ1本です。ヘルシーだね。チャーハン作ったけど少なくて、コンビニでサンドイッチ買って食べた。すごい、サンドイッチとチャーハンの組み合わせがね、いいですね。何食べたらいい？中坂もめっちゃ悩んでるんよね。おにぎりと唐揚げ、あ、いいじゃん。くるみパンとブラックコーヒー。コーヒー飲める人すごい。なんかこの前初めて酸味が強めなコーヒーを飲んだんですけど、私には美味しさがまだ分からなかった。え、何これと思って、なんかまだ苦味が強い方がコーヒーを飲んでるなっていう感じがしたんですけど、なんか酸味が強いのはなんか不思議な気持ちになりました。まだ悩んでる。朝ごはんめちゃ制服似合う。そうだよね、ありがとう。今日がラストの JK の姿ってことですか。そうですね、まあ、制服をこう着る、自分の意思で着るのは今日が最後かもしれません。今ちょうどてりたまマフィン食べた。いいな、まだてりたま食べてないのめっちゃ偉くないですか。そう、入れ込み日高屋でチゲ味噌ラーメン食べる。チゲ味噌ラーメンもいいな。ことぶきでうどん食べるのいいね。昼過ぎに食べる予定、あ、ブランチですとか。もう22時過ぎても配信までまだできないんです。ほののさんのご家族にはもうしっちゅう会ってます。今日はほののさんに聞きに行きたいことがあるので、行きます。あ、話しかけない。中坂この前視力検査したんですよ、久しぶりに。でももう視力検査ってさ、あれさ、絶対さ、わかんない、中坂が言ってる感覚かな、なんか絶対順番なのだからって、なんか上、今上行ったから次は右みたいな。見えてるんだけど一応ちゃんとね。でも絶対順番だから、適当に言っても当たりそう。ブタブラウスのみーちゃん可愛かった、ありがとう。バブでしょ、コーヒー飲めないの。酸味と苦味好みがあるから飲めるものを飲めばいいよって。酸味が強いとか分かるなんて大人よね。ありがとうございます。今日も制服は7部からなの。今日は5部から制服、ずっと今日は制服です。制服を持ってきたら本当にこれは何、これはまた別の装飾、制服の一部。危ない危ない危ない。もう一個ある、これ制服、はい、でも今までに着たことあるやつが多いかな。今日はシャツとかそっち系です。でもなんか入んなくて、パジャマとかもなんかこれめっちゃ久しぶりに着たんだけど、極限薄いの持ってきた。コーヒーの魅力はまだわかんないです。甘いコーヒーじゃないと飲めません。爆速で着替えてるけど、着替え部屋と楽屋は分かれてて、着替え部屋から楽屋に戻ったらもう誰もいなくてめっちゃ焦りました。やばいと思って。寒い、なんか会場めっちゃ暑いんですよね。暖かいです。
今度の試合見に行きますかとか、今何の話しててその話になったんだ。サッカー関連かとか書いてる。何の話してたっけ。ダメだね、記憶力が。わさび無理。ココア飲め、ココアは苦手だったけど飲めるようになりました。コーヒーって突然飲めるかな。入らないってサイズかと思った、ごめんね。おっとおっと、そう、午後まで何するか悩み。ねえ悩むね、それ。ちょっと待って、幕張らへんにいるんでしょみんな。千葉って何が有名なの。ピーナッツの有名なことしか分かんない。酸味は甘みにつながるのでブラックゼリーはちょうどいいんです。へえ、コーヒー飲まないのよね。そういつもね遠いんですよお散歩してます。やばい、もう服でもこれを着る、今日着る服、全然東北では着ないんだけど、この名古屋に着て帰る服が一番かさばるっていうね。なんでその服を選択したんだよっていう、選択っていうのは洗う方じゃなくてチョイスの方の選択したんだよってくらい分厚いの。でも仮逆に昨日着てた服、中坂があれめっちゃペラペラなのね。だから今日はちょっとキャリーに余裕があるのでは。でブーツを入れて帰らなければならないから無理やろっていうね。もうブーツで片手埋まっちゃうよっていうね、そんな感じです。ミスチョイス、あ、そう、ミスチョイスです。朝ごはん何食べるか決まった？決まってない。たこ焼きとか食べたいな。かわいいですね、ありがとう。制服着て帰るか。最終部は忙されそう。でも学んだの、最近この部多いじゃないですか、最後の方の部が多いから。学んで休憩の間にもうほとんど荷物を片付けておいて、もう最後にこれとこれを入れたら行こうみたいな。手持ちバッグ用意してあります。じゃーん。うちをキャリーの上に乗せられそうなサイズ感ですですふふ。朝たこあり。フルーツゼリーはさ、ヘルシーすぎん？わかんないヘルシーなもの食べなさいっていうね。用意周到でしょ。イエーイ。そう、素晴らしい、ありがとうございます。お見送りは全力でできるの楽しい。みんながお散歩のように中坂端っこのレーンで終わるんですよ。一番で端っこからまた端に戻らなきゃいけないからさ、みんなが一緒に歩いてバイバイしてくれるのを見て、すごい昨日なんか懐かしい気持ちになりましたありがとうございますね。そうそう、30分経ったけどよきいいということで、35分になったら終わり待ち。ありがとうね、教えてくれて。今日はね縦で配信してるの、画面をね。でも縦だと時計が出るんですよね。毎日縦で配信しようかな明日学校ないからいいよねって。まあ、明日もちょっと朝早くからお仕事なので。でなんかさ、めっちゃ言うの、朝早くからお仕事なんです。でも周りには全然それ朝早くないよって言われるからですよねそうそう、現地泊快適ですね。なんか中坂も久しぶりにホテル泊まってなんか天上げしてます明日は夜配信、あ、明日は夜配信ですね。あ、そう、縦だからそう声がこもってるのもあるし、めっちゃね扉の近くで配信してるからちょっと小声です。早起きの習慣崩れないからよきよき、ポジティブで嬉しい夜です。みゆちゃんの朝早いよ、何時って言うと明日のだってお仕事の時間がバレちゃ
いや、まあでも世間一般から見たら全然早くない時間でも朝早いって言います。そうそう、あ、35分になったので終わりまちゅ。わーい、わーお、え、ラーメン食べた？いい。朝ごはん結局何食べたかメールでお知らせします。ということで終わります。ビースさん、だるま、サイリウムフリフリさん、え、すごい名前の後ろが最高ですね。サイリウムフリフリさん、桜の花びら、うさぎさん、桜の花びら、ピースさん、ハート、サイリウムフリフリさん、桜の花びら、ピースさん、ハート、うさぎさん、ハート、ピースさん、ハート、紫さん、ハート、ピースさん、ハート、黄色の巨人さん、ハート、ピースさん、ハート、ブブグーグーさん、桜の花びら、桜の花びら、ピースさん、ハート、カニさん、桜の花びら、ピースさん、だるま、ハート、ルンルン猫さん、桜の花びら、トートウサギさん、かわいい、ピースさん、ハート、カニさん、桜の花びら、ピースさん、ハート、紫のスライムドロドロさん、桜の花びら、桜の花びら、ピースさん、ハート、トートウサギさん、三色団子、ピースさん、ハート、お化けさん、お化けさん、桜餅、ピースさん、ハート、ハート、ハート、だるま、ハート、ルンルン猫さん、ナイフ、福たぬきさん、ハート、お化けさん、桜の花びら、ピースさん、ハート、ルンルン猫さん、ハート、ピースさん、ハート、水でさりむ、ぶんぶんさきさん、桜の花びら、ピースさん、ハート、カニさん、桜の花びら、ピースさん、ハート、たつずしさん、三色団子、ガロウさん、桜の花びら、ルンルン猫さん、お花、ピースさん、ハート、おじさん、ハート、ピースさん、ハート、お化けさん、お花、ピピ、フピさん、トランの音符、おじさん、ハート、ハート、ピースさん、ハート、ハート、ブーブーグーグーさん、三色団子、ピッピヘイピさん、タランの音符、ピースさん、ハート、ハート、お化けさん、コマン、紫のサイリウム、ブンブンサギさん、ハート、ピースさん、ハート、ピッピヘイピさん、タランの音符、ピースさん、ハート、お化けさん、ダルマ、ピースさん、ハート、三色団子、イズリンさん、紫のダルマ、ストロベリーニャン、コマカロンさん、桜の花びら、ピッピヘイピさん、桜の花びら、ピースさん、ハート、ハート、ルンルネコさん、ハート、ズンダマンさん、ハート、ストロベリーニャン、コマカロンさん、ハート、ピースさん、ハート、ハート、ワンワンさん、かわいい、結婚して。ピースさん、ハート、ハート、ハート、ピュピュピさん、三色団子、ガロウさん、桜の花びら、ん、違う、桜餅。ピースさん、ハート、アナンちゃんさん、ハート、ピースさん、ハート、ピュピュピさん、三色団子、ピースさん、ハート、三色団子、ハート、だるま、ピーシスさん、桜の花びら、ピースさん、ハート、三色団子、ずんだまんさん、レインボー、ピースさん、ハート、ピピヘビさん、三色団子、ピースさん、ハート、ルンルン猫さん、ハート、アナンちゃんさん、桜の花びら、ピースさん、ハート、紫さん、紫さん、桜餅、ピースさん、三色団子、ケイさん、レインボー、ピースさん、ハート、ウキーさん、三色団子、ピピヘビさん、三色団子、ピースさん、ハート、ハート、ネギネギさん、結婚して、ピースさん、ハート、ウキーさん、三色団子、ピースさん、三色団子、ピピヘピさん、三色団子、ピースさん、ハート、ズンダマさん、お花束、ピースさん、三色団子、紫さん、レインボー、なんだろうこれ、女の子さん、女の子さん、ハート、ピースさん、三色団子、どんぶり猫さん、桜の花びら、ルンルン猫さん、ハート、ピースさん、三色団子、ズンダマさん、ハート、福田のきさん、ハート、ピースさん、ハート、ハート、自転車ラスカーさん、桜の花びら、ピピヘピさん、三色団子、ピースさん、ハート、トートイサギさん、桜餅、自転車ラスカルさん、ハート、クロワッサンさん、お花、アナンちゃんさん、ハート、福田のきさん、桜の花びら、ピースさん、桜の花びら、ルンルン猫さん、レインボー、ピースさん、ハート、タツズシさん、三色団子、ウキーさん、三色団子、ピピヘピさん、三色団子、ピースさん、ハート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 、ガローさん、ハート、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。三色団子もありやな。鼻がやばい。なんかさ、なんかファンの方にも言ったんですけど、え、絶対に関東の方が花粉やばい。マジでずっと鼻かゆいもん。では続きまして、ランキング見ます。今日もたくさんのギフトありがとうございます。では読みます。73位、今日の中身の73位はデケデケデケデン、世界のアバターのふんふんさんです。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。惜しい皆さんもね、狙っていただきありがとうございます。あ、では20位からいきます。せーの、悪魔ちゃんさん、ひよこさん、ガロウさん、白の猫さん、ピッピフユピさん、違う、せーの、悪魔ちゃんさん、ひよこさん、ガロウさん、白の猫さん、お目目キュルキュル、白の猫さん、尊い、違う、水水サリムンブンブンサギさん、ピッピフユピさん、ありがとうございます。イエーイ、
ありがとう。花粉多くてごめんなさいということで、マジで鼻がずっとかゆいですということで、今日もたあの今日の20位から14位の皆さんありがとうございます。イエ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 イ、出遅れました、いろいろ発表があって嬉しいです、ありがとう。では続きまして13位から見ます。13位さあありがとうございます。ルルネコルンルンルン12位さあありがとうございます。紫のトゲトゲ頭キラ。11位さあありがとうございます。ウキウキウキ。10位さんありがとうございます。ふたぬきポンポコポン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 9位さんありがとうございます。ストライク。8位さんありがとうございます。シャーシャ7位さんありがとうございます。ソトウサギピョンピョン。6位さんありがとうございます。ドラゴンガオーガオー。5位さんありがとうございます。ワン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 。4位さんありがとうございます。ガロさんガロさん。3位さんありがとうございます。ピースピース。2位さんありがとうございます。ピッピーフユッピー。そして今日の1位はドクドクドドクドクドドク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 ドンダンさんです。イエーイ、めっちゃ求婚してくれてたよね。モフモフありがとうございます。モフモフということで、今日も皆さん配信見ていただきありがとうございました。30分しかできなかったんですけど、朝から見てくれて嬉しかったです。今から朝ごはんを食べますので、何を食べたか予想して待っててください。そして今日はあの友達の誕生日なんですけど、すごいツイッターじゃなくて X などでお祝いしてくださる方がいて、すごくびっくりしました。みんなにみんなのおやつも伝えておきますね。いい日曜日を過ごしましょう。写真楽しみにしててください。ブン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 では終わりたいと思います。今日の3連単は2437。あー今日は3724でした。では終わります。せーの、バイチャー、じゃんけんぽん、初めて、ほい。今日の合言葉は、あげちゃん、バイバーイ。皆さん、いい日曜日をお過ごしください。今日も楽しんでね。ありがとう。みんなも楽しい日曜日過ごしてね。お疲れ様でした。ありがとう、見てくれて。後ほどだって。あ、後ほど。楽しみにしてます。みんなに会えるの。